こんにちは、ディール東京のアギです。今回は、18年生成にデビューしたばかりの新ブランドギルボアについてご紹介します。デザイナーである中島氏は、コレクションブランドでパターナーとして経験を積んで独立してデザイン事務所を設立しました。そこで多くの、アパレルブランドから外注でパターンだったりデザインを受けているんですが、18年でこの会社を立ち上げて10年経ったということで自身のブランドをスタートさせたのがギルボアになります。なのでブランドとしてはまだ全然若いですが、デザイナー、パターンナーとしての経験はもう圧倒的にある方のブランドですね。で、昔クチュールの勉強もしていたようなので、あるアイテムではクチュールでしかやらないような技術を使ったアイテムもあったり、グラフィックの方も勉強されてたようなので、18年の AW でちょっと使われてた猫のグラフィックとかはあれもご自身でデザインされたみたいですね。アイテムはコンサーバーなものからちょっとアバンギャルドなものまで本当に幅広くやられてるっていうのがデザインの特徴ですね。でもやっぱり一番の魅力はそのパターンの良さですね。ギルボアのアイテムは本当にストレスなく着られるアイテムが多いので、19年 SS で入荷しているジャケットを今もう一回これ着てるのがそうなんですけど、これは本当にすごいいいアイテムなので、これもちょっとご紹介したいと思います。デザインとしては裏地からそのまま叩きつけてるような感じになるので、表地となのでそのステッチが表面に全部出ているような感じですね。素材はギルボアがでもファーストシーズンからよく使っているポリエステルの、ポリエステルのツイルですねを使用してるので、すごい軽くてシワに強いっていうのが特徴ですね。画像とかだと分かりづらいんですけど、やっぱこの肩のこの可動域がすごいんですよ、このジャケット。前のコートとかもそうだったんですけど、このやっぱり肩の作りっていうのはすごい特徴的ですね。あと襟の立ちも結構いいので、ぜひ来ていただきたいなと思います。着用動画の方も見ていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。このちょっと画像だと結構分かりづらいかなと思うんですけども、ぜひ店頭で来ていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。